村人がマグマダイブしちゃってる。カチカチお米粒くんから逃げるんだ。皆さんどうも、ダイヒーです。今日はマインクラフトやっていきましょう。ちょっと待った、もしかしてナンパですか？じゃあナンパです。好きです、付き合ってください。はい、喜んで。なんで付き合う流れになっちゃうんだよ。ツッコミがいないと会話ができないな。このメンバーが揃ったってことはロールケーキを広げるってことですね。何のためにそんなことするんだよ。じゃあそれ以外何やるってんだよ。マイクラ対決するんでしょうが。なるほど、じゃあマイクラでマグマダイブ1時間に何回できるか対決か。そんな対決やらないよ。ちょっと見てみたいけども。じゃあ迷路作り対決でもやりますか。たまににはいいこと言うな。それじゃあお互いのスキンを決めていこう。じゃあ僕はこの照り焼きバーガーにしよう。どこが照り焼きバーガーだよ。どう見たって猿じゃないか。そっちがそう来るならこっちはもやしバーガーだ。これはガストだよ。しかももやしバーガーってなんだよ、めっちゃ売れなそう。それじゃあ僕から作っていこう。難しい迷路作ってくれよ。ブロックをどんどんと置いていく、迷うように作らないとね。はい、できました。どこが迷路なんだよ、迷うところないじゃないか。こんな迷路やるかどうか迷っちゃうよね。そんな迷い方いらないんだよ。しかも迷わずこんなのやらないよ。こんなすごい迷路僕負けちゃいそう。これに負ける迷路ってどんな迷路だよ。それじゃあ村人にやらせてみよう。こんなのやらせる意味ないでしょう。やらずにどっか行っちゃってるじゃん。あまりにも恐ろしい迷路だから逃げていったね。どんだけプラス思考なんだよ。それじゃあ僕もやっていこう。外の壁をどんどんとつけていく。そしてこれぐらいの大きさかな。そこまで大きくない迷路だね。はい、できました。まさかのこれで完成。中身がないじゃん。それじゃあ村人にやらせてみよう。こんなのやらせなくていいよ、すぐゴールできるからさ。想像以上に村人迷ってるね。迷ってんじゃなくてこのスペースを村だと思っちゃってんじゃないの。それじゃあ次は僕の番だ。お前まだ続けんのかよ。ちゃんとしたの作ってくれよ。迷路だから二手に分かれるようにしたらいいんでしょ。そうだよ、どっちの道に行こうかなとか迷うようにしたらいいんだよ。ジグザグにして複雑にしてみよう。今回はかなり迷路っぽいじゃないか。はい、できました。ちょっと小さめだけども迷路だねって、右左どっちから行ってもゴールできるようになってるよ。行き止まりとか作らないと。それじゃあ村人にやらせてみよう。やらせなくていいよ、迷わないからすぐゴールしちゃってるよ。僕も負けてられないぞ。どっちかはしっかりとした迷路作ってくれよ。迷うようにどんどんとブロックを置いていくぞ。ここを行き止まりにしちゃおうかな。ちゃんとした迷路っぽくなってるな。はい、できました。さっきとは見違えるように迷路っぽくなったねって、スタートからゴールまで一本道じゃん。これじゃあ迷わないじゃん。それじゃあ村人にやらせてみよう。やらせなくていいよ、こんなの迷わずゴールできるんだからさ。かなり迷ってるね。迷ってるんじゃなくて別に出ようともしてないだけでしょう。だけど一気に動き出してまさかの迷わずそのままゴールだ。だって迷うとこないんだもん。どうしようもないな、この二人は。それじゃあ次は僕の番だ。まだこの対決続けるの？さっきの反省を生かして右は行き止まりにしよう。そして左はもっとコースを増やそう。バカだけども学習能力はあるのね。はい、できました。迷路っぽくなったけど今度はゴールがないじゃん。何か一個覚えたら一個忘れちゃうの？それじゃあ村人にやらせてみよう。やらせなくていいよ、ここをずっとさまよい続けるだけなんだから。さすがだな、
敵にとって不足なし。そうだね、ちゃんとしたの作られたら圧倒的に負けだもんね。負けてられないぞ。さっきのをしっかりと迷うように作り直して、その先の土をガンガン削りまくる。削ってここに何を入れるかわかるかな。どうせマグマでしょ。なんでわかったんだ。毎回マグマ使ってたらわかるよ。まさか超能力者だったとは。違うけどね。というかどんだけマグマ好きなんだよ。とりあえずこれぐらいのスペースにするか。本当はこの世の全てをマグマにしたいんだけどね。マイクラのワールド恥がないからこの世の全ては無理だけどね。マグマ祭りってジュージュージュー、ヘイ。マグマ祭りってジュージュージュー、ヘイ。ブリーフなんてあっという間にジュー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 。ってなんだよこの歌、変な歌歌うなよな。そしてマグマの上にガラスをつけていく。ガラスをつけ終わったら綺麗なマグマスペースの出来上がり。ここに迷路を作っていこう。ガラスで塞ぐんだったら普通の土でもよかったんじゃないの。ただただマグマを置くだけなわけないでしょう。迷路を作っていって行き止まりを落とし穴にするんだよ。恐ろしいこと考えるな。でも行き止まりだと思ったら先まで行かないで折り返すけどね。それじゃあ村人にどうなるかやらしてみよう。さすがに落とし穴には落ちないと思うけどね。そうなの？村人ってマグマダイブ好きなんじゃないの？マグマダイブしたい人なんているわけないでしょう。そうなのか。全然迷わずにゴールしちゃったよ。もしかしてこの村人の職業迷路名人かな。そんな職業ないだろう。でもようやく迷路っぽくなってきたね。それじゃあ次は僕の番だ。お前はもう引っ込んでろよ。ろくなもん作んねんだからさ。だけどゴールを作ればいいんでしょ。さっきの反省を生かして学習してる。僕だってやればできるんだよ。左上にゴールもあるし、ちゃんとした迷路っぽいのができてね。それじゃあ村人にやらしてみよう。そこまで難しくはなさそうだから村人も頑張ればクリアできそうだよね。だけどここから一向に進んでいかないよ。なんでだろう。ここに落とし穴作ったのがいけなかったかな。完全にそれのせいだわ。村人穴に落ちないよ。そうなの？僕なんかしょっちゅう落とし穴落ちちゃうけどな。それは君がバカだからだよ。よし、もっと大きな迷路にしちゃうぞ。まだ続けるんだ。もうドイヒーの勝ちでいいと思うけどね。マグマ落とし穴ステージを超えたらどうしようかな。また変なこと考えてんのか。何言ってんだよ。普通に迷路作るだけだって。それならいいけどね。迷路をどんどんと作って行き止まりにマグマをかける。結局マグマ使うのかよ。もうドイヒーくんじゃなくてマグマくんだな。はい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 ってなんだよ。めちゃくちゃ冷めてるな。これで終わりじゃないよ。もっと迷路でかくするから。急にものすごいやる気だな。どんどんと範囲を広げていく。かなりでかそうな迷路になりそうだね。そしてスペースを作ってドアをつけていく。そしてここにカチカチお米粒くんを大量に置いていく。全部燃えちゃってんじゃないか。燃えないタイプのお米粒くんじゃないといけないのね。これのどこが迷路なんだよ。こんなの先に進めるわけないじゃん。それじゃあ少し人数を減らそうかな。そういうこと言ってんじゃないんだよな。こんなのがあったら迷路じゃないって言ってるのに。ただただ迷うだけじゃ面白くないでしょう。2体ぐらいなら頑張れば先進めるんじゃないのかな。果たして村人はここを突破できることはできるのか。まだまだスペースがあるからどんどんと迷路作っていくよ。ここはどんどんとまっすぐ伸ばして
していこう。そしてできたのがこちら。全く迷わないけども移動するのが疲れるステージ。もう迷路作る気なくなっちゃってんじゃん。後半はちゃんと迷路にしていくから大丈夫だよ。心配だな。入れないけども中が迷路になってるってとこも作ったから。やっぱり変なの作ってるじゃん。時間をかけてしっかりとした迷路作ったよ。しっかりとしてるかはさておき、でっかい迷路ができたね。村人にやらせてみよう。こんなでかい迷路村人できるかな。たくさん出せば1体ぐらいゴールできるんじゃないかな。マグマ落とし穴ステージとか誰か落ちてくれないかな。意外とみんな落ちないな。多分危険だから落ちないようにできてるんだろうね。じゃあその先のマグマむき出しステージはどうだろう。あ、マグマダイブしちゃった村人がいるよ。落とし穴には落ちないけどマグマダイブはしちゃうんだ。こっちでもマグマダイブしちゃってるよ。マグマダイブ祭りだ。やばそうな祭り作るんじゃないよ。芸人さんのお砂お砂みたいになっちゃってるね。お砂と言われたら押しちゃうよね。そして押されてってマグマダイブ。だから押すなって言ったのに。カチカチステージはカチカチくんの気配に気づいてみんな逃げてっちゃうよ。一人鈍感なのがいて攻撃されてたけども中には入ってってくれないんだよな。思い切って中に出してみよう。そんなことしたら襲われちゃうよ。頑張って逃げた。無事に逃げてっちゃったよ。ちゃんと扉も閉めていく。もう一体出してみよう。二手が塞がれてたらどうなるのか。さすがにドアが塞がれてたらもう逃げ場がないよ。ハスクにも攻撃されちゃってるしもうダメだろうね。でもドアから離れた今がチャンスって、なんでさっきの村人戻ってくるんだよ。仲間を助けに来たのかな。そうでもなかった。自分も攻撃されちゃってるよ。二人とも襲われて地獄絵図。もう一人は村人ゾンビになっちゃったよ。それを見て逃げてゆく。一人助かっちゃうのかよ。助からない方が良かったのかよ。だけどゴールする村人は全然出てこないな。こんな迷路村人には難しすぎだからね。本当は簡単な迷路なんだけどな。なんだ、ゴールのところに穴があるぞ。そうなんだよ。この穴をどんどんと突き進んでゆく。これはどこに繋がってるんだ。進んだ先には村人たちがいた。スタートしてすぐ左に階段があって、そこを降りて行くとゴールまで一直線で行けるようになってるんだよ。だけど村人ここにすごい溜まっちゃってゴールに行かないようになっちゃってるね。そしてまた押すな押すなやっちゃってるよ。というわけで今回の迷路作りは引き分け。なんでだよ。どう見たってドイヒーくんの勝ちだろう。次回はどんな戦いになるのかお楽しみに。あとよかったら高評価お願いします。それじゃあまたお会いいたしましょう。さよなら。チャッ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 チャンネル登録よろしく。